ツイゲーフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川です。さあアカデミー情報今日もお届けしていきましょうか。はい、今日は先週行われた U15 の説明会の映像と選手のインタビュー映像があります。はいはい、まずはこちらをご覧ください。はい、見ましょうか。どうぞ。になることを楽しんでもらったりそういったことをしていただけたらなと思います。やっぱり自分がどん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 上に挑戦していかないとこれが遅れを取っていくことになると思います。でも何かひたむきにこう苦しい状況でもひたむきに努力をして何かを乗り越えた時とかそうやって成功をつかんだ時とか一緒になって育っていきたいなというふうに考えています。この2つを目的としています。常に上を目指して正しいことをやり続けるというのが僕にとってイメージかなと思います。だから基準としてはここで戦える選手さらに上に行ける選手というのを我々は目指していきたい。福井県から来た笹島奇跡です。チームのみんなとコミュニケーションをとって常に高い目標に向かってサッカーのプレーを頑張りたいです。中堅から来ました清水玄斗です。意気込みは北信越リーグを優勝することです。FC 笠間から来ました大野小次郎です。このチームで必要とされる選手になりたいです。おお、U15 ね、はい、先週 U18 の説明会やったんですよ。はいはいはい、まあいよいよアカデミーもこう指導していくっていう雰囲気が伝わってきますよね。そうですね。ねえ、またアカデミーのコーチの態度もね、はいはいはい、若干配置変化がありましたからね。今桜田コーチ、はい、U15 に行きましたね。これ別に18が必要ないってなったわけ違うでしょ。いや、そういうわけじゃないですよ。じゃなくて15のもっと逸材をどん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 18に上げていくということでより実践に近い、はい、そうですね、そのうまい、はい、ああいいな、はい、まあ作田コーチも、はい、まあ、地元、はい、白山市出身ということですからね。そうですね、一緒で嬉しいです。そうですね、地元とか、ね、はい、地元一緒、はい、地元一緒ですね、はい、白山市で嬉しいですね。え、うん、そのうちお依頼さんになるかもよ、白山市で。もう市長になりますよ。もうそのうち、そのうちもう立候補すると思いますけどね。そうですよね、はいはいはい、まあ、それはもういや、佐久田コーチ、はい、立候補またするときは、はい、前に事前に教えてください。よろしくお願いします。はい、さあということで、はい、奈々ちゃんが佐久田コーチにインタビューなんかするっていうのも今後出てくるかもわからないね。してみたいですね。一緒に白山市のなんか PR とかしてみたいな。いいね、いいね、とかいっぱいしたいですね。その時も聞いてね、恵方巻き食べました。行きたいと思います。ぜひともね、佐久田コーチよろしくお願いします。お願いします。さあそして最後に挑戦の見聞きも言っておきましょうか。制限金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは皆さんからのご支援を受け付けています。はい、個人会員様は一口3000円、法人会員様は一口1万円です。うん、ご支援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもうこのコーナーではですね、随時アカデミー情報とかね、うん、スクール情報なんかを伝えていきますんでね、はい、選手への熱い応援の方もよろしくお願いします。お願いします。以上、ツエゲンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。ありがとうございます。